コモリカップ始まるよ。来たぞ。スーペリオフック初めて釣ったんですけども、レグアムの黒ね、すんごい深いとこにかかる。まさかのノンキーパーさんでした。よし、はい、レッグワームで3匹目。あった。はい、ギリね、キーパーありました。ありがとう。4匹目だけど、キーパーは3匹目。これ移動はなしだな。もうちょっと釣れてる状況で数を重ねて、とにかく釣って釣ってキーパーを待とう。思ったより今ピンポイントっていうよりちょっと遠目でも食ったから、ここら辺今地合いでちょっと餌追うタイミングなのかもしれない。今までだったら俺結構ああいうサイズかけられなかったんだけど、フッ素加工で形のいい線形の細いね、このスーペリオだからかかってんのかな、どうなのかな。で、しっかりねオフセットフックできてるから、なんつうのかな、朝から一回も針変えてないんですよね。寝掛かりもないし、ほんでバイトはしっかりとかけれるっていうことで、今のはね初めて今日当たりを感じて合わせてみた。いやーね、まあちょっとサイズはあれだけど、12月のこの極寒でね、複数匹は頑張れてる方じゃないかな。たまにこの内側の浅いところでもなんか魚の羽が見えるんで、たまに基本は狙いはちょっと深めのとこなんですけど、もしかしたらね浅い側だからいい魚が入って、もうあそこも今パシャって跳ねたんですよ。バスじゃないかもしんないけど、なんか魚がいるっちゅうことはいいことだということで。くそー、こういう時にアラバマが使えたらな。結構テンポよく立った方ってあの木が倒れてるとこまでサーチできんだけどな。やっぱりライトリグだからここら辺は時間かかりますよね。なんか手羽先みたいなのが浮いてる。手羽先パターン入るか。違う。手羽先パターン入りませんでした。いやー寒いけど釣れてくれたからちょっと無駄口が叩けるようになってきてる。今11時で、話は簡単なんですよね。あと1時間に1匹ね、確実に釣っていけば、とりあえずこの状況だからとりあえず5匹持ってけば結構いいとこ行けんじゃねえかな作戦で。するってと、ちょっと他気になるところもあるけども、タコ粘りして
そのできるだけ移動する時間があったらもうその時間もキャストに費やすっていう感じで行こうかと思います。とにかくレッグウォームをいい感じで泳がせることができればタイミングよくね、バイトは出てるから、あとは投げ切る、これこそコンクルージョン。ね、まあ小森さん竿でね、小森さん推奨のレッグワーム 2.6g ダウンショット黒に小森さんが作ったスーペリオのコンクルージョンでしょう。糸はね、あのね、小森さんのね、ソラディックフィネスだっけ、あれ、なんかなくなっちゃったから、まあ、ちょっと違う糸なんですけど、ここら辺がコンクルージョンじゃないね。もうね、見えないと思うんですけど、今、帽子はコンクルージョン。今のよくよく考えたら時計見たら11時だったから、なんかよくある11時試合だったんだな。魚のお昼時だったのかもしれないですけど、このタイミング逃すとしばらくチーンってなるかもな。これが1月の大会とかだったら2匹3匹ぐらいでね、いいとこ行けそうだけど、結構こんだけ当たりが出るってことは周りもそれなりに釣ってくるだろうから、なんかね、一本ドラッグ出すようなサイズ混ぜたいね。ただまあちょっとリミットメイクするまではもうほんとしないかもしんないから、しなかったらもう最後までこれだけど、ちょっとやりきるしかないな。初めてバラした。ちょっとバラしたんで逆付け、ちょっと頭ちぎれたんで逆付けにして速攻フォローします。まだそばにいるかもしれないか。よし、来た。バラしたやつかな。どうかな。よっしゃ。はい、キーパーあります。キーパーありましたよ。リグは一緒。あと一本。ちょっと時間はずれたけど、
これ逆付け、なんだろう、こっちが上に来るようにして、そんですぐフォローで投げて慎重に誘ったら、あと1本、あとちょっと、あとちょっとだ。やべえな。ちょっとちぎれちゃったな。修理待ち。新しいやつ。結構新しいのに変えるとね、水吸ってなくて身がプリッとしてるからね、食いがいいような気がします。でやっぱあの千葉県だからね、台風で結構新しい崩落とかがすごい増えちゃってるから、マス張りでなくてオフセットでしっかり針先を隠して、なんかね、今もたまになんかそこにあるたちぎなのか枝なのか、立ち木だとね引っかかると思うから、多分倒れたでっかい木とかね、それをドゥルンとか乗り越えた瞬間とかにバイトが出てる感じがします。この地合いにしっかりと釣り切って、あーでもサイズマジんねえなー、こんだけ釣ったら1匹ぐらいキロぐらいの混じってくれても良さそうなんだけど、そうはいかないですね。いいサイズはやっぱりちょっとしたカバーとかで、レンジもしっかり合わせないと。うわー、まあでも11時半でこの感じだったら全然想定してたよりバイト出せているような気がしますよ。もう都合、魚自体は5匹釣ってるから、午前中の段階でまあキーパーさえなければね、リミットメイクっていう数は釣ってるから、まああと2時間3時間ちょっと気合い入れて集中してあたりを取っていきます。怪しい枝を乗り越えた時とか、こう全神経集中して竿がグーッとか、コンじゃないんだけどフーってちょっと入らないかね、確認してるんですよね。こうアクションタ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 ンってアクションして、で、あ、なんか乗り越えた、そこで、ちょっと送り込んで、自分が送り込んだり竿を気持ちこう上げた時以外の挙動をしないかをすごいよく見て、でこの 60ULS のいいところは針はあるんだけど絶妙にガイドが配置されてて、そのさっきぐらい小さい魚とかがクッて入った時でもこうね、クッて入った時に硬い竿だとパンって弾いちゃうようなバイトをこうクッてクッて持ってくれるんですよね、竿先が、このソリッドティップが。ほいで釣れる、なんともこの時期、この寒い時期にやってこの時期ならではの当たりじゃないと表現しづらいんですけど、夏場のあのカンカンカンとかココンとか、ああいうバイトはね、まあ、大体向こうも元気いいから大体取れるんですけど、
この竿のいいところはこう微妙に竿先がバイトを弾かないで、こうちょっとこう、あ、ここまで入るとあれなんだけど、くっとね竿先がなんか魚を持ってくれる。このガイドセッティングとガイドの重さと、あ、このソリッドティップが絶妙な多分バランスなんですよね。多分これをトルザイトの軽いガイドとかにこのブランクスで変えちゃうと、あ、ほらほらほら、今だね、バイトですよこれ。食った食った、なんだこれ、魚が超、今のはねバイト、今のをね一瞬食って持って、もうちょっと食い込ませたら釣れたのかもしれないんですけど、ちょっと今地合いみたいなんで集中してフォローしていきますが、あの今もねちょっと2秒ぐらいは乗ってたんですよね。ちょっと食い込みさせるのが悪かったんだけど、ああいう感じでこうクーって入ったクッっていうところでちょっと聞いてみて、で魚だったらこうゴン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 と始まるんで、寒いんだけど超面白いゲームですよ。